丁寧に勝負なんですけど、戦える編成をまず作るのか、どういう方向に持ってきたいのか。よしかチャンネル。経営者としての高原直弘、今聞かせてもらって、今度、まあ、サッカーの現場の方とかの話させてほしいんだけど、まずチームは今どういう状況、目標を目指すところは、目標を目指すところは、私は最大の目標は JFL 昇格なんですけど、ただまあ、道のりが結構険しいというか、まあ、自分たちの目標は QCD、まずここで優勝するっていうことが、まず絶対条件。優勝することで、JFL 昇格をかけたその地域チャンピオンズリーグの出場権を得られるので、地域チャンピオンズリーグチケット取って、昇格を目指すっていうところ。毎年、その地域決勝には行ってるんだけど、最後で勝てない。そうですね。まあ、今最初の、まあ、地域チャンピオンズリーグ1次リーグ、去年と一昨年か、2試合目で、自分たちが1点リードしてる状況で、スタイルで、追いつかれて引き分けになって、結局その結果が自分たちの大きな傷になる、それによってその1次リーグ突破できなかったっていうのが、まあ、2年続いて、ただその2年こうやって続いたのは、まずチームとしての厚み、スタートする選手と交代する選手の差っていうか、そこが圧倒的に他のチームと違う。まずここの編成のところを解決しないといけないな。だからチーム作りとしては、しっかりと結果を出せる選手を揃えて、戦える編成をまず作るのかというのが、去年出した俺の答え で、そこからじゃあ、自分たちはどうやって戦っていく、その中でじゃあ、どのポジションが必要なのか、そういったところを、まあ、スカウティングしながら、選手を補強していこうという作業を去年、挙げた後から結構やりましたね。どの辺が難しいの、チームリーグでそのまま出ちゃうっていう決勝大会で、まあ、3試合連続なんですよ。それが一番きつい。3日で3試合ですね、1日1試合なんで、やっぱりまあ、体的にきついっていうのはあるんですけど、連戦なんで疲労溜まってたら、途中でやっぱりこう怪我しちゃったりとか、移動でやっぱり動けなくなるとか、だから何が起こるか分かんないんですよ。今、スカウの話は、目標がどういうところでどういう編成しながら取り組もうとしてるかっていうのは分かったので、はい、今度さ、タカっていうと静岡の人間だからさ、はい、まあ、ジュビロとエスパー、はい、まあ、J1 に上がってね、ジュビロが、はい、ジュビロの目標とすると残留とか、で、エスパルスはタイトル、カップ戦も含めて何か取りたいっていうことを記者会見の中でもおっしゃったんだけど、どうですか、そのチーム。まあ、ジュビロにも、まあ、エスパーにも、まあ、自分が所属して、あのプレーしたし、やっぱり自分が生まれ育ったところの静岡県のクラブなんで、あとはやっぱ違う思いもあります。まあ、今のそのなんかジュビロはどういう目標で、エスパーはどういう目標で聞いたときに、ああ、なるほどなっていう、まあ、今も自分も経営している立場、経営と現場を知っている立場から、将来的にどうしていきたいのかなっていうふうに考えると、確かにまあ現実的か現実的だなと思うんですよね。まあ、ジュビロの場合は、ね、まあ、J2 から5年上がって、今年 J1 になって、J1 に上がったからいきなりむしろそれで優勝狙うって言ったら、ちょっと多いっていうふうに正直思っちゃうんですけど、やっぱり現実的にはまず残留させて、やっぱりそこからまた力を蓄えたりとか、若手がうまく育ってくるとか、そういうことをしながら、チームってこう、変わっていく。逆に言えば、だからこそフロントだったりとか、ビジョンっていうのがすごい大事になってくる。まあ、エスパーエスパーで監督がこう変わりながら、ただまあ今、若手とかも結構育ってきて、ここら辺で一つ何かしらタイトルは取りたいなっていうふうに思うのは、悪くはないかなとは、なんとなく思います。客観的にさ、タカはだって沖縄に住んでてね、違う角度からこう見れるわけじゃん。はい、エスパとかジビロの、こうなったらいいんじゃないかとかって、なんかそういうのある？俺いつもやっぱ結構こう、思うのは、クラブとしてどういう方向に持ってきたいのかっていう方向性をちゃんとこう示した上で強化していけるのかっていうところが大事なのかなって思うんですよね。で、それをちゃんと結果を出しながらやっていかないと、それがやっぱ破綻しちゃうっていうか、ただそこがやっぱ難しいところなんですけど、だからこそフロントの力っていうのはめちゃめちゃ大事で、自分も
そういう立場なので、そこの重要性はすごい痛感しました。僕も高野経営者でもあるし、監督でもあるし、いろんなこう視点からこうジュビロだったりエスパのことをこう見る、はい、見てるっていうことね。そうですね。わ、はい、かりました。皆さん、高原さん、応援しましょうよ。沖縄エスパ、はい。また出てくださいね。はい。はい、すみません、ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。